はい、コナンです。妖怪ウォッチプリプリやっていきたいと思います。現在の状況なんですけども、イベントクエスト半分ぐらい終わりました。そして魔の攻略ですけども、稲妻の魔がレベル10と、そして雷光の魔がレベル5までいっています。さあ今日はですね、この1の5のスピーディー W ジュピター、こちら特攻なしで攻略していきます。1分切りもねやっていきたいなと思います。さあこんなパーティーでやっていきます。ローマ人剣王ですね、こちら大量プリ消し。そしてスキルがですね、種族効果アップがあります。今回ですね、まあ、種族ガチャが追加されただけあってですね、種族効果アップが攻略に非常に重要になってきます。まあそういう難易度設定をね、運営はねわざとしていると思います。さあそしてメインアタッカーはメグミン使っていきます。非常に癖が強いですけども、やっぱりダメージはね強力なので、まあ勇ましの強いキャラということで使っていきましょうか。めぐみなかなかいいよね。そしてですね、妖魔超人剣を使っていきます。全消し&デカプニの技ゲージを多く貯める。そしてサイズアップがあります。そして南天増長天使っていきます。全消し単体攻撃プニを整理する。こちらもね強力です。トリプルゼータ。さあこんなパーティーでやっていきます。1分っていうとね結構厳しいです。だからただ倒すだけでは無理で、まあワンフィーバーぐらいでいかないといけないよね。さあこれでまずデカプリの技ゲージを貯めてめぐみん打ちます。そして40秒、これが長いんだよね。うまくですね取り付き効果で自分のねこのダメージが上がった時にめぐみんの必殺技がね打てるようにちょっと調節していきます。この呪文っていうのかなこれを4回読み上げたぐらい。そしてこの弾を壊してですね、さあ取り付け効果発動しました。ここでですねめぐみ発動して、このうまく弾を使って発動します。これでさあ1体倒す。そしてもう1体ね、まだこの取り付け効果が効いている間に必殺技を打って倒していきます。モテマクールジュピター、そしてもう一発いきます。いきましたね。このバフがのをねうまく乗っけて必殺技を打つというのがポイントかなと思います。時間的には結構ギリだったんですけども、まあなんとかね1分いけたんじゃないかと思います。超必殺の秘伝書ゲット。さあ皆さんのねおすすめ攻略パーティーなんかもね、ぜひともコメント欄で教えてほしいなと思います。これで攻略強敵攻略の方は全て終わりました。なんとかですね、まあ、前回の動画でもやりましたけども特攻なしでねこのウロマップの強敵倒して、なんとか強敵攻略いけたと思います。まあ最近はだから運営も難易度調整が上手くなってきたというかね、絶妙なところをついてくるよね。絶対無理という難易度設定はね今のところないですね。昔あったけどね、特攻ないとこれ無理やろみたいな。さあ木製のアスのスキル、まだ木製のアスゲットしてないけどね。さあ魔の攻略やっていきます。今回のメインのミニゲーム、稲妻の魔レベル 11HP 回復量ダウンと。さあ僕はですねこんなパーティーでやっています。仮面ライダーアーギと、攻撃力アッププラスデカプニを作る。技ゲージが溜まった状態でスタート。そしてアタッカーはミリム使っていきます。こちら今回の魔で大活躍なんじゃないでしょうか。というのもね、スキルが自身の技ゲージが溜まった状態でスタート。そして前回ゲットしたシーズです、こちらも今回のイベントで大活躍です。この技ゲージが溜まった状態でスタート。さあそしてウィーズ使っていきます。こちらもですねスキルがね、この技ゲージが溜まった状態でスタートということで、ゲート向き、そして極地の子は持っていれば置いておくといいかと思います。獲得 Y ポイントアップです。さあこんなパーティーでやっていきます。さあまずはバフを乗っけておいていきます。
まあ、攻撃力アップが使えるステージはね、まあ、攻撃力アップをうまく使ってやるとダメージが出しやすいかなと思います。さあ、そしてプラス5ポイントで11ポイント、微妙っすね。さあ、ボスが来ました。まあ、ここもね、攻撃力アップが使えるので、まあいいんじゃないでしょうか。雷蔵か。雷蔵ってそんなに強いイメージないんだけどね。さあ、バフを乗っけて、右向く。なんとかね、前回のイベント、ギリギリ、限界突破、いけました。なかなか落ちなくてちょっと苦労したけどね。さあ、そして15ポイント。さあ、ご褒美の巻きてほしい。超ご褒美の間ってのもあるんだよね。おっと、ご褒美の間、レアのレベル2来ました。さあ、行きましょうか。ここはちょっとフィーバーには入れないけど、同じくバフも使えるしね、回復なんかの必殺技も使えます。なので、ご褒美の間で回復しておいて間をつなげていくっていう作戦もありかと思います。ご褒美の間とか言いつつあんまり稼げねえっていうね。さあ、これで19ポイントか。24ポイント。さあ、そして2ステージ目。さあ、シュランプリンか。まあ、この辺りもまだレベルが低いからね。まあ、あとはレベルが上がってくるとどうかだよね。まあ、今回のイベント、木星のアスランク UZ の凍結、これはね、まあ、ゲット必須かなと思ってます。まあ、ちょっと確率がね、今確率アップと言いつつ 0.6% かっていうね。さあ、これで11ポイント。さあ、そして34ポイント。通常の間がね、これぐらい Y ポイント稼げるといいんですけども。さあ、クリア報酬。さあ、雷光の間ではレベル6が来ました。攻撃力アップ無効化。ここはちょっとバフは使えませんね。ただダメかとかね、他の必殺技は使えるみたい。さあ、こんなパーティーでいきます。デカプニを4つ作り、周囲を消して単体攻撃しず使っていきます。プラス7凸です。オウビ使っていきます。この辺りのキャラをうまく使って、フィーバータイム中にね、必殺技が連発できればワンチャンあるのか。そしてミリム使っていきます。なんとか10凸まできました。使うたびにダメージアップです。そしてディヌール使っていきます。これも前回のイベントでゲットしましたけども、非常に強力です。この弾をね、消してダメージを上げていく。さあ、そしてこのナンダ竜王がですね、地味に有効。このボスからのダメージを減らす 20% あるんで、まあ 20% は結構でかいよね。で、まあボス扱いなので、ちょっとこれでダメージがね、軽減できるかなと思います。583になりました。さあ、あとは早めにフィーバーインからの必殺技連発で、まあ、このお邪魔玉もですね、まあ、うまくこの使いながらね、ダメージアップの要素ということで。さあ、技ゲージ貯めながら、さあ、フィーバーゲージもね、貯めていきます。さあ、フィーバータイム入りました。いくぜ。さあ、これで弾を消してダメージを上げます。なんとかまだ先が長いのでここはね、なんとかアイテム使わずに、漢方使わずにね、クリアしたいところ。さあ、連発していきます。さあ、デカップに作るこのオービーとね、このコンビネーション、シズのコンビネーション、なかなかいい感じです。
さあちょっとフィーバータイム中に死んじゃうとダメージノーカウントになるので、ちょっとそこだけ注意しながらギリギリを、ね、攻めていきます。さああとこれでいったか。おちょっと足んねえ、もう一発。さあこれでどうだ。おっとまだ足んねえ。めっちゃ強え。どんだけ HP あるんだよこれ。いけましたね、なんとかギリいけました。やべえなマジで。さあこれで260ポイント。さあ育成もねしていきます。そして98ポイント。さあなんとかレベル6クリアしました。お助けありがとうございます。シャイン